今ねどこにいるかっていうと、青森県のムス市にいます。ムスで、今日どこで食べようかと思った昨日ラーメンだったんだけど、なんか今日はまあなんかマックでいいかなっていうね、笑われてしまうかもしれない、マックにしようかなと思ってマックにしました。どこでも食べれるだと思うんだけど、なんか無性に最近ね、無性にね、たまに食べたくなる時は、昔はよくだから海外留学してた時は毎日より食べてた時あったんで飽き飽きしてたんだけど、たまに食べたくなる時あるってちょっとマックに来ちゃいました。ここね、ムス市の店舗ね。で、こんな感じで出てきました。ハミダブチということで、なんかもっと大きいかと思ったら意外にそうでもなかったですね。横に長いやつ、横にね、大きい縦の方はどんな感じかわかんないですけど、まあこんな感じです。ということで、ちょっと今から開けてみます。こんな感じです。もっと大きいかと思ったら意外に小さい、ね、ちょっと期待外れですね。まあ、ついただきます。ああ、結構なんか柔らかい感じ。味は悪くない。4回で滑るぐらいだけど、まあたまにはいいよね。たまにはね、なくね。海外行くと、まあよくうまく要素が多い、気軽に入れるからね。まあ、久々に日本のマックで4ヶ月ぶりぐらい。